人間 TV 原田龍二です。阿部芳郎です。この度番組チャンネル開設3周年を記念しまして心霊 T シャツを販売いたします。動画の概要欄 URL からどうぞよろしくお願いいたします。それでは人間 TV 静岡編どうぞお楽しみください。なんかそのちょっとやばくない、ここ こんなところにあるんだ。ちょっと待ってください。ここどれぐらい入るんですか、ここから。入んなくてもいい。車で入った方がいいですか、これ。車で入んなくてもいいですよ、はい、ここからだと思うんですけど。病院の後ですか、廃病院後。はい。あ、これベッドだな。ベッドじゃないですか、これ。結構ね、真っ赤な光を今真っ赤な光感じたので、あまりよろしくない。よろしくないですね。まあ、安倍さんは一体いらっしゃるっていう話でしたけど、後ろからはかすかな圧みたいなものを感じるんですけど、これもしかして人亡くなってるんじゃないですか、この。まあ俺はなんだけど、こっちよりもこっちじゃないかなと思って。要するに身投げ。ここがもうもはやどこにいるのかが分かんないような。そうですね、山の中なんでしょうかね。でここにぽっかりこの階段があって、まさにこれ下っていくと、まあ、この界隈では有名な、病院の跡ですか、廃病院跡、はい、があるということなんですけども、結構有名なんですね。はい、うん、隔離病棟。隔離病棟、はい、でどれぐらいにその建物があるかが分からないんで、早速行ってみたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。案内はなんか神社になってる。そうですね。神石神社。なんかそれ右って書いてあるんですよ、よく見ると。石に見えるけど、削れて、元は右神社って書いてある。右を削ってんじゃん。どっちかって。間違って。神石神社。うん。なんか手作り感がある。そうだね。神社があるって話があった。いや、神社があるって話は特に載ってない。ないんだ。だから、ひとまずじゃあ行ってみましょうか。そうですね、行きましょう。結構、ブヨブヨの地ですね。ですね。あ、ここになんかもう小屋があるな。ここは、竹の小屋ですね。はい。でもちゃんと道ができてる。これは何なんだ。これなんだ。中覗きます。入り口こっちだな。ちゃんとした建物っすね。ほら。え、いきなり聞いてた。なんだこれ。心霊スポットと違うもの。うわ、虫が。いきなり。診療所とかこういうのあるの。これ？これのこと？あ、これのことか。ここに看板があるんだ。いきなり出てきたな、じゃあ。あ、これなの？これだって。これですって。よくこれ、診療所とかのにありますよ、ね。ああ、入り口にね。看板こうじゃないですか。もういきなり切っちゃったんだ。でもこの先道がつながってる、あるけど。あ、ここにも建物あるぞ。建物じゃないか。この川のなんかじゃないですか。あ、水を調整する ダムみたいな。そういう貯水マスですね。うん。ちょっと近代的ですもんね。そうですね。これも川か。
あ、でもあそこになんかコンクリートがあるな。うん。これはどこなの？うわ、すごい。展望台みたいなことね。そうですね。しっかりとした足場の。こっちは道ないな、これ。これは挟み道。つまりさっきの小屋が病院。ですね。でも隔離ってことはさ、その本館みたいなものがあったんじゃないの？もともとそこがああいうその結核とかいわゆる昔そういったあのそうですね重い病として捉えられていたものにかかっている人たちとかがあそこに隔離されている病棟だったの。でも隔離ってもっとさあんな車道からもっと奥に入った場所にありそうなもんだけどね、はい、まあでも人里からは離れてるんで、まあ確かに、うん、十分隔離病棟ってのはね。じゃあつまりあそこだ。そうです、ね。ああ。じゃあこれここら辺はこちら先はひょっとしたらその隔離病棟の人たちにこう海を見せる場所だったり。ここ？そういうことだったの。うん。空気が綺麗なところにね。なるほどね。その神社っていうのがあったのかしら。大崎は神社じゃないですもんね。うん。ね、この先にあるのかな。ちょっと進んでみる？こう。波佐見市右神社っていうことじゃん。でもなんかいずれにしろ神社があって良さそうだけど。向かるんだ。これ道。道だよね。神社あったわ。赤い鳥居の。これでも人来てないぞ。でもしめ縄が新しそうだけど。あ、安倍さんこれこのお社どうでしょう。お参りはそういいですね。お参りした方がいい。うん。締めの新しくないですか。ああ、もうちょっと来てるんだと思う。よし、じゃあお参りしましょう。はい。あの、ただご挨拶っていう感じで、はい、何かをお願い事とかを、ね、地元じゃないんでしないで、はい、二連二拍手いっぱいのご作法にて、はい、ご参拝お願いいたします。はい。これこっちに道が伸びてますね。でもね、必ずしもあの病棟心霊スポットと思わずに、なんか安倍さんが感じるままに動くでもいいかもしれないですね。さっきの病棟はでもまあお一人はいたんで。あ、そうですか。うん、病棟っていうかあの建物に。でも道路ですね。もう下コンクリートですもんねこれ。うん。真っ赤な光を今感じたのであまりよろしくないよろしくないですね。これどこで大丈夫ですか。暑い、うん、じゃあひとまずちょっと行ってきます。はい。
なんだ。これもしかしてこれ人亡くなってるんじゃないですか、このどこかから身投げして。そんな感じするけどな、違うのかな。ああ蒸し暑い。ここに見えないですね、カメラでは捉えられないんですけど、多分ここ断崖絶壁みたいになってて、ここじゃないんだけど、あ、この下も結構、これさっきの展望台。あ、ここガードレールがあるんだ。ガードレールがあって、この下はもう潮騒が聞こえますけども、これかなり高いですね。今日たまたま満月で月明かりで、海面が見えるんですけど、ずいぶん下にあります。で、こっちの上の方にこれちょっとカメラでは見えないんですけど、山肌が見えるんですが、その上からどっからか身投げできるような、そんなイメージが。めっちゃ不気味だけどな。ああ、ビールの空き缶があったりして。昼間は気持ちいい場所なんでしょうけど、ここがその廃墟ですね。大きくはないんだな。これ全貌ですね。ここまでで、奥行きも7、8メートルかな。本当に車の音聞こえると思いますけども、車道から本当に離れてはないんですが、ちょっと入ったところにこういう建物があるとは思いませんね。安倍さん、そのさっき言ってた赤い光っていうのは、さっき、ちょうどすぐここの上のところに見えて、うん、はい、真っ赤なこのぐらいのやつでしたね。赤とかオレンジのはあまり良くない場合がほとんどですね、うん、黒とか赤とかオレンジ、白とか青とか緑、黄緑っていうのはいい傾向のがあるんですけど、どうしても赤とかね、オレンジ、真っ黒、これはそれ見えた時は自分はとても警戒してます。怒ってるとか、うん、拒んでるとか、ね、この場所がにこう入り込んでる俺たちのことっていうことを、静かに生きてると感じてる、うん、場合もあるし、当然獲物を狙ってるって時もあります。安倍さんは
一体いらっしゃるっていう話でしたけど、僕は感じないですね。失礼します。もう今竹がこの建物を侵食してますね。竹が突き破ってますこの建物を。いわゆる昔の診療所という、まさに診療所じゃないんだよな。でも隔離されてたわけですからね。でも自分に能力があったら、ここに隔離されてた人たちの思いみたいなものをキャッチできるんでしょうけど、あ、これベッドだな。ベッドじゃないですかこれ。ベッドですよね、うん、ほんと小さな建物ですね。こっちも斜面だからな。はっきり言って不気味な感じは一切しません。戻りますか。この道の方が雰囲気あるんだけどな。ダメだ、蒸し暑い。ただ蒸し暑いだけ、うん、何かを感じるっていうよりは蒸し暑い。この汗を見てください。何も収穫はないですね。木村君の出番かなこれ。もしねえです。もしかしたら。ミス聞いちゃったから。レシーバーもけど。あっつ。母さんが行ってる間に安倍さんから聞いてた話では、うん、意外とやばいと。ああでも俺も言ってるんだけど俺は感じないな。オレンジの光って話もあったけど、なんか最初に安倍さんがちらっと見えたのは、うんうん、もっと多分関係あるけどまた別のなんかこの世に行けないような、あ、俺のアンテナには何にも。熱っ。シーバーなし。シーバーなし。でも一応ちょっと聞きたいな、シーバーで。うん、ついてからのなんかコメントを。ちょっとじゃあ入ってみようと思いますが、車の音も聞こえるぐらい結構すぐそこにという感じなんですけど、そうですね、心臓の鼓動がちょっと早くなりつつといいますか、うん、トイレの跡があります。ちょっとした落書きもあったり、うん、こっちは入れるのかな。だいぶぐちゃっとしている感じですね。まあ、俺はなんだけど、こっちよりもこっちじゃないかなと思って。あ、うん、要するに身投げ、ここを
ここからっていうよりももうそこ、そっちがどうなってるのか分かんないけどさ、ここは俺は落ちてると思う。何にもないんですよ、ここ。何もないですよね。何にもないんですよ。断崖でしょ。断崖で、ここからは落ちれるんですよ。ポーン。降りると思います。下は何もないし、まあ、感じるっていうのもそういう風な石ってこうあるじゃないですか、そこにあの締め直してありますよね、紐の木が。そんなのあるんだ。紐ありますよね。あの岩がありますよね。あ、ある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 。これがハサミ石っていうやつだと思うんですよね。多分ここはなくなってます。だからあのオレンジのやつっていうのはそこかもしれないですね。こっちの人かもしれない、この人って、うん、だから変な話、そうやって隔離されてる人が未来に絶望してとか、うん、塩辛はなんかかすかな圧みたいなものを感じるんですけど、どういう内容の病院だったかっていう、まあ、医療施設かだったかもまず調べなきゃいけないですね、うんうんうん、まあ、ちょっとあのあれがちょっと病院っぽいですけど、うん、ぽいけど、うん、ただベッドもいわゆるその昔の簡易ベッドなんですよ、うん、寝心地の悪そうな、うん、錆びたベッドがぐしゃってなってて、診療所ではないと思うんですよ、うん、そうでしょうね、うん、はいはい、どうぞ。あの、ついに置いてちょっと検証してみたんですが、特にただ蒸し暑いだけで後ろからちょっとかすかに圧みたいなものを感じたんですけど。圧？どういう？そうですね。ほんのりとした感じなのであんまり強い圧ではなかったので。ほんのりってこういう場面で使うっけ？ほんのりって、うん、ほんのり、うん、なんか食べ物を前にした時に使う言葉ですよね。いい顔、優しい表現です。戻ってもらう？そうですね、戻ってもらいましょう。で、特に感じなければ戻ってきてください。承知いたしました。では戻らせていただきます。戻らせていただくっていうのをちょっと承知いたしました、うん、かわいいみんなフレッシュ、はい、なんかフレッシュでいい。はい、ご苦労様。あ、お疲れ様です。圧っていうのは建物を正面にした場合、後ろってこと？建物を正面にして、見た場合て、ちょっと入ってって、右、突き当たりのこの右のところにいい感じに置けそうなところがあったんで、うん、テープを置いて、それに向かってこう喋るようにしてたんですよ。なるほど。じゃあ建物の中で感じたってことね。そうですね。そこでテープを置いて、しばらく、ぼーっとして、ちょっと喋ってみたりしてたんですけど、うんうん。なるほど。来ました。はいはい。さあ、みんなが入ってったのこっちか、ね、裏側から見るとこうですね、はい、ああ、これが正面から入ったとすると、僕はあえて裏手から行ってみようと思います。これが原田さんが言ってたベッドでしょうか。みんなが今順に見たのはこの病棟だと思うんですけど、その裏ってこっちにもなんか建物はありますね。
ちょっと近づいて見ると、うわ、完全に潰れて、ここもこの一棟にあったんでしょう。うん、ただもう入り口も何もなく完全に潰されて、あ、もうクモの糸、くっぱ、あ、口にクモの巣が、すごいく、あ、でっかいクモの巣だ、ダメだ、入れやしないけど、こっちが中は一応覗ける感じですね。だけど、まあもう完全に潰れて廃墟です。何にも、もう入れるスペースも潰れてますね。うん、階段があります。ってことは、上に続いてる道はあるんだな。山奥に入りすぎると熊とか怖いからな、どうなんだってのあるんだけど、うん、何気に、うわ、これが完全に潰れた病棟の裏にまだ何か隠れた土地がありますね。これは行けるのか。3人目だからね、ちょっと違う角度でもうちょっと検証してみたいんだけど、行けるな。どうなって音です。今のは車の方の音か、車の開け閉めする音であってほしいが、もう完全に今竹やぶの中に誘い込まれちゃった感じかな。なんか、なんだろう、ここ単純にこの奥の方までこの竹やぶ進むのが怖いっすね、マジで。なんか、霊とかそういうことよりも、こっちにもなんか、なんだろうな、きっと建物は、あ、これも建物が潰れたの後なのかな。皆さんに伝わ、あ、急に点滅した。これも建物ですね。こっちにも建物があったんだな。でも、こうご覧のように、わかるかな。もう屋根にはこうやって草がしっかり生えて、その下にも昔何かしらの廃墟があったんだろうなっていう感じですね。でもなんかここには、うん、あそこに、トタンもあるし、きっと何か建物が。だからひょっとしたら合計3棟ぐらいあったのかもな。安倍さんはずっと何かを感じてる。自分はですね、なんか、最初は一人だと思ったんですけども、複数人の全員女性ばっかりを感じます。女性？はい。最初は俺一人しかいない、まあ、それも生物わかんない細身の方だったんですけども、今女性の何人かの話し声が聞こえてまして、はい、具体的に何言ってるっていうのはちょっと聞こえないんですけど、でも俺はどうしても
その身投げしてる人がいるんじゃないかなって、そっちですね。いや、いらっしゃると思います。で、絶好だもん、この場所。うん、変な言い方だけど。あそこに神社があるのって、そういうの関係あるの？あそこに神社あるのは、多分あれが御神体だと思うんですね。あ、それをいちいち降りていけないから、うん、多分その手前でお参りできて、うん、っていうことだと思う。なるほど。うん、いや、なんかみんな感じてること違うっていうか、うん、安倍さん安倍さんで感じてることがあったり、わかりました。え、あのこれは、うん、この定期的な潮祭、波打ちってこう、はい、一つのパターンじゃないですか。うんうん、 でそれに対して風も揺れる、はい、揺れるとか、うん、これはあの前踏切の時あったじゃないですか、水の定期的な波の音、はい、うん、で、ここはそれが随時鳴ってるんで、はい、一定の音階がずっと鳴り続けてるところっていうのは、割とその異界の扉が開きやすいって言われてます。そうですね。で、常にあそこのカンジャーンって流れて、はい、2つの音ですよね、うん、共鳴してる。あの時はまあ保育園、幼稚園があって、はい、波があって、あと踏切のカンカンがあって、うんうん、あと通るたびの大きい電流とか、そういうのがあったから人を消してしまうような、うん、あれは実際人跳ねたって鳴ってますからね、うん、でも実際はどこにもいないっていう、はい、この波打ちと、やっぱそういう岩、ご神体にされるような岩、やっぱ昔の人それ知ってて、うん、その不思議な現象は、あの岩が巻き起こしてると思ったと思います。はあ、それでお祭りしてあると、ご神体として。うん、まあ、漁業のとか目印とかもあったと思うんですけど、うん、それで、なんかちょっとこう変な感じになる。じゃあ先人たちはやっぱり不思議な場所として認知していたと。うん、これだから、病院がどうのとか、その人が落ちるっていうのもあったと思うんですけど、うん、ここ自体がそういうスピリチュアルな場所なんだと思う。なるほどね。うん、それに対して、なんかちょっと感も鋭い方が、ああいう施設を、建物を作ったんじゃないかなと思うんですよね。なんかエネルギーを感じるからっていう、だとすると、俺が見た赤いやつとかっていうのは、俺たちが健康だから、それに対して来たのかもしれないね。病気の人とか、あとはもう静かに一人とか二人で来るもんだっていう、うん、病院ね、静かにしてくださいっていうシグナル、うんうん、一人で来る場所かもしれないですけど、ね、なるほど、うん、なるほどね、うん、だからつまり隔離病棟の心理スポットとして名高いかもしれないけど、もともとはこっちのすごいスピリチュアルな場所、そもそもここがここら辺、あ、うん、異界の扉みたいなのがあるはずです。なるほど。それを知って、だと感覚的に鋭い方が、まあ、神社を、はい、にしたりとか、うんうん、何か建物を建てたりっていうことだと思います。なるほどね、うん、それすごい腑に落ちるな、うんうん、もともとこっちの方に、まあ、曰くっていうか、前のあの神戸の踏切の時の一定のリズムが巻き起こす異界への扉の話、はい、あの時も保育園 その子供たちの声とか、踏切の定期的なあの音で、これもこの詳細のリズム、一定のリズムとかの刻む、この感覚的なことが要するに異界への扉につながっているっていう、神隠し的な要素で、まあ、その先人たちがこの場所を、まあ、その神聖な場所として崇めたのが、あの石、はい、下に大きい、すごい大きい岩がある、はい、でそこにしめ縄がしてあって、うん、で本来はそこが御神体なんだけど、下まで行けないってことで、あそこのお社を作ったんじゃないかっていう、そういう見解、元凶は要するにこっちなんじゃないかって話ですよね。川で、せっかくなんで来て、まあ、俺は女性の話し声とか何名か聞こえて、木村さんも少し喋ってるように聞こえると、うん、で、
なんかすぐそこではその真っ赤な光も見たんで、うん、神隠し的なことはあるはずです、うんうん、で、まあ、ここでサイン、サインじゃないです、ここで一旦お経をあげて、こっちなんだ、やる道はこっちなんですか、こっち、一応あっちも見ようかなと思いますけど、はい、ここをやろうかなと、うん、あそこはでもなんか特有の気持ち悪さなかったじゃないですか、おいしないです、病院って感じじゃないし、でもこっち来た方はなんとなくあるんで、つまりさ、まあ、後出しじゃんけんじゃないんだけど、こここういうふうにして、まあ、ある種展望台風な、うん、この美しい景色を見るためのスペースと同時にまた逆の意味、うん、一歩行ったらもう、うん、おあつらい向きのっていうかさ、うん、そっちをなんか感じるっていうか想像したんだよな、うん、俺なんかは、うん、ちょっとね、うん、展望スペースになってますけどね、うん、なってるけど、じゃあ阿部さんお願いしてもいいですか、はいはい、財人衆、財大名衆、財務上衆、財務東道衆、農場一切空、真実不幸、小瀬山にゃはらみた衆、即摂取は、ギャーテー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 、はら、ギャーテー、はら、そんギャーテー、ぼう、うじそわか、はんにゃ、しんよー。はい、ここはですね、うん、はい、どうやら若い女の子がすごく自分の好きな人っていうものを思ってずっと見てた景色が残ってます、はい、で、そんな昔の人じゃないです、うん、で俺が見たのはその人だと思います、ね、その女性、うん、その、全くその海難事故とかでも何でもなく、うん、自分の好きな人と、まあ、死んでしまったのかどうかを、行方不明っていうので、ずっとそれを海に向かって見てた方の記憶が残ってます。ほー。で、それにこう潮騒がいつもあって、その人は結局ここではないんですけれども、だいぶ心を病んでしまったようですね、うんうん、で、生きてらっしゃるかどうか、まあ、多分お亡くなりはなってると思うんですけど、病んでしまってここに来たんですか。ここに来ててずっと病んでしまったみたいですね。どん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 、この音を聞いて聞きすぎちゃって、なんで、俺たち、まあ、全員男なんで、はい、期待してしまったようなんですよ。まあ、彼氏というか自分の好きな人が戻ってきたんじゃないかっていうので、はい、期待して振り返れば全然違う人たちが来てるっていうので、それでも期待外れだっていうので非常に怒ってた。それがあれだったみたいな、真っ赤なやつっていうのは。で、女性の話声聞こえて、一人で多分会話何役もしてるような、それを俺が聞いて、何人かで喋ってる女性がっていうのを聞いてしまったようですね。多分お亡くなりになってるとは思います。でも全然そんな昔の人じゃないですよ、ね、今それを慰めました、うん、もうだから聞こえなくなると思います。要するに向こうの
あっちとは関係ないところですね。うん、あそこにはいたのをちょっと見ましたけど、うん、あそこの例ではないと思います。うん、例えばあそこが病院だったとして診療所だったとしてあそこで亡くなった幽霊っていうのがあって、うん、こちらに来てこう見てるっていうのが分かります、うん、本来だったらこの美しい景色と同時にこの秀才って、まあ、心が、ねうん、穏やかになったりしそうなものだけど、うん、夜は多分来ないんですよ女の方なんで来ないですよね。日中見てでもこう美しい景色とこの、うん絶え間ない潮騒で心は病んでしまったようです。普通なんかすっきりするのかなと思うんですけ ど, なるほど逆でその好きな人を待ち続けてこの音ばっかり聞こえるっていうので病んでしまったようです、はあまあ、繊細な方だったんですね。ありがとうございました、うん、今はやっぱり綺麗に響いてますね。冬を配りました、うんうん、ありがとうございます、うん、向こうでもされるんですか。いれば、うんだからつまりさ、やっぱりこういうことなんだよね、うんうん、ここに来るためにやはりああいう心霊スポットが引っかかるわけだよね、うちらにここに来るためなんですよね、やっぱり、まあ、一般的にすごい残酷な死に方とかあのなんかいろんな思いを残して、かわいそうな思いを残して死んだ人っていうのがやっぱ心霊スポット多い、うん、それをそこの場所にまつわる方っていうのが多いようなイメージありますけど、うん、そうではなくて、まあもしかしたらあそこは普通に回復してほとんどの方が出てったり、うん、あとは亡くなったとしても丁寧なご供養で、うん、あそこでお化けになることはなく、うん、終わった方たちが多くて、うん、でもむしろ全く関係ない、うん、ここで好きな人こうやって大海原を見ながら見てるうちに心を壊してしまうっていうのが、まあ、俺の見解です。なるほど、うん、こういう方もいるだろう、うんうんうん、全くその診療所ではない関係ないと思います。ご病気 の体のご病気はなかったようです、うん、安倍さんここに来て改めていかがですか今。そうですね、まあ、もうだいぶ時間が経って亡くなってしまってるようですね、いろんな、うん、さっきいたんですけどね、はあ、崖のあたりに同じ人だと思います。もういないですね。感じないですか。感じないです、ね、安倍さん入ってないですね、まだ、うん、こう入り口まではね、うん、一瞬中あんちゃん、これ置いていいですか。あ、俺持ってますよ。あ、はい、もう笑いが終わっちゃったんで、うん、行きましょう。いいですか。はい、足気をつけて。釘出てますからね。もうちょっとあれかもしれないですけど、結構やっぱお化けはいたのかもしれないですね、うん、で肝試しに来た人たちに、はい、だいぶくっついてったと思います。あ、もともとはいたけどいなくなっちゃった。結構いたと思います。俺ちょっとこっち来て考え変えたんですけど結構いたと思います。へえ、いた形跡はあります。へえ、うん、でも霊っていうのはそういうふうにそのまま後にすることもあるんですね。うん、やっぱり来た人に取り付いてっていうのはありますね、うん、ね、うん、どうなったのかその人たち、うん、そこにいたい霊もいれば残りたいのもいれば、ね、うん、あの連れ出してもらうっていうのも、うん、なるほど、ここ来るとそうですね、いた後ありますね。